ちは。今日は昨日の動画で初めて マントラを唱えてみたんですけど、見てくれた人は分かると思うんですけど、マントラを唱えてみて、でやってみて、自分で振り返ってみて感じることを喋りたいなと思います。昨日動画の最後ら辺でマントラを唱えて、でまあそのマントラ、オムナンシバヤっていうマントラで、まあ、昨日初めてこう動画で見つけて、でそれで、まあ、私一人でこう唱えてみて、でそうね、なんとなくまあ動画でやってみようと思ってやったんですけど、でまあそのでも動画でこうやってみて、まあ、正直なんかその時はこうよくわかんないなっていう感じだった。そう、なんか一人の時は別に、一人で言ってる時はなんか別にそんなことも思わなくて、ただ、この言葉を唱えるんだねっていう感じでやってたんだけど、こう改めてそうやって動画にしてみた時に、あ、なんかよくわかんないっていうのが正直な感覚で、そう、まあそれで終わったんだけど、なんかで後から、まあその自分のそう撮った動画を見て、その今感じることとしては、こうそのよくわかんないなっていうのが、なんか全てのような気がした。まさに。なんかで、その、まあ、動画を振り返ってこう自分がそのマントラを言ってる姿をこう唱えてる姿を見た時に、ていうか意味もなく音を発することの、なんか恐怖みたいなものをこうすごく感じたんですよ。で、それはまあその今の
自分が感じてるのか、その動画の自分を見て思い出してるのか、ちょっと分かんなかったけど、なんか意味もなく音を出す。すごい恐ろしいなって思って、まあ、こうやって喋る時って思考が働いてる。ことが、今思考が働いてるなって思うし、で、例えばあとは泣くとか、こう叫ぶとか、そういうのって、感情がある気がして、なんか感情が伴ってるような気がするんだけど、なんかその昨日のマントラっていうのは、そういう、思考とか感情とかっていうものを超えて、ただわからない言葉というか音を唱えるっていう。で、言葉、何を唱えるかっていうのは、一応決まってるけど、私自身はなんかそのことを、それを唱えてる意味っていうのを自分の頭では理解ができていない。理解できてない。で、唱えてる最中に、なんかいろんな思考がよぎったような気がするんですよ。最中もだし、それを撮る前なのか、撮った後なのか、なんか全部のような気もするんだけど、これってすごい気持ち悪くないとか、怖くないとか、あとは私はちゃんとできてるのかなとか、汚くないかな。高すぎないかなとか、なんか顔大丈夫かなとか 顔とか関係ないけど、大丈夫かなとかで、あと最終的に私何やってんだろうみたいな、そういうのが、あった。その唱えてる時にそれをすごいはっきり感じてたかはちょっと分かんないけど、
備えてるから、なんかでもやっぱ無ではなかったし、なんかそのそういう言葉がなんかよぎってたような気がするし、なんかそれは体の感覚でも感じてたような気がする。なんかすごいやっぱ硬かったし、体そうなんかガチガチだなっていう感覚もあったし、そうで、まあ、そういう思考があったんだけど、でもそういう思いがよぎりながらもまあ唱えてて、でまあそうやって唱えてるうちにやっぱりなんとなくなんか感覚が変わってきて、でそうやって思考はすごいいろいろ言ってるんだけど、いやでもこれって結局何の意味もないし、なんか何も正解とかも別にないよねっていうことに、なんか気づいていくような感じがあった。こう、そう思考の中で唱え続けることで、そうこの音にも意味もないし、そう別にこうあるべきっていうこともないんじゃないか。それに気づいた時になんか余計に怖くなったっていう、そう、もう何も意味がない、なんでやってるのかわからない、そうだけど確かにその音は出てる。で別にまあずっと唱え続けてもいいし、やめてもいいんだけど、なんかそういう本当にその意味のなさっていうところがなんかすごい私は怖かったのかもしれないなって思った。それはこれまでその歌とか歌ってきたり、こうやって喋ってきた感覚、まあそれもなんか怖いっていう怖さとかもあったんだけど、でもそれとはやっぱ全然感覚が違ったというか、それにそう気づいて、だからってことは私はもしかしたらその音っていうものになんかすごく自分の思いをなんか思考とかまあ感情もあるかもしれないけど、なんかそういうものをすごくまあ、くっつけていたんだな、いたのかな、いたんだなって、いたんだろうなって思って、
別にそれはそれでいいんだけど、音の本質はそうじゃないのかもしれないなって。すごく感じた。本当によくわからないんだけど、なんかこの感覚っていうのは言葉ではなかなか表せないけど、まあその今感じてることっていうのはそういうことで、そうで。でまあ、これを見てくれてる人にぜひ自分でマントラを唱えてみてほしいって思った。別に私のマントラは聞かなくてもいいから、まあ、聞いてもいいんだけど、なんていうかやっぱり自分で唱えるっていうことが、すごい。それ、そう自分で唱えることで感じることが私はすごいあったから、そうで、まああとそのマントラって、まあ、浄化作用があるっていうふうにも言うけど、でよく空間の浄化とかってやったりするじゃないですか、みんな、まあ、掃除とかもそうだけど、まあ、キャンドルとかお香を焚いたりとかそういうのもやると思うんだけど、なんか私はそのマントラを唱えてみて、なんかその空間って言うけど、なんかそれってやっぱり自分のここだよねって、そこが中心だなってなんかすごい感じたんですよ。なんか、まあ、このボディのどこかって言われたらちょっとそれはよくわかんないんだけど、でも多分このなんとなくこの丹田のあるあたりなのかなっていう、なんかそこ、なんか感覚的にはそういう感じなんだけど、なんかでもなんていうか、その空間って言うけど、でもじゃあその空間って何なのってなった時に、その中心って絶対的にここだよねって
思った。そう、だからこの自分のこの中心である空間から音を出すってことのがすごい、なんかその力の全ての源というかなんじゃないかなって思ったんだけど、そう、その力たるやっていう。で、それは思考とかこの感情、頭とかこのハートの感情もやっぱ超えた、何か超えた音なんですよね。そう。その浄化とかもそうだし、あとはなんていうか、なんか結構その私たちっていろんな空間をこう求めて行ったり、なんかそこに基盤を置いたりとかすると思うんだけど、例えばそれが家だったり旅先だったりとかいろいろすると思うんだけど、で結構そこがなんかそこに意識が向きがちなんじゃないかなって、自分自身もそういうところがあるんだけど、でも絶対的な中心、その中心っていうのはやっぱりここだよねっていう。それをすごく感じて、なんかそれが そう、ここからだったら、ここを中心としてそこが空間なんだったら、それってどこまでも広がっていけるなって思うんだけど、でも逆にその家っていう場所とか、そのいろんな場所っていうのを基準にすると、なんかそこが何かが違ってくるなって思った。だからなんか癒しの音楽とかこう聞いたりとか、そういうのも同じ感覚で、私はこうそのマントラとかもやってみて、結局自分が一番癒されるのって自分からそうやって音を出していくってことで、まあ、もしかしたらそれが思考も感情も超えて意味がなければないほど、もしかしたらそれは癒しになるんじゃないかなっていう気もしてる。で、そう、でもそれは私にとってもめっちゃ怖いなって思う。だとしたら、なんか私どんな音を出すんで
ですかって思うし、なんかまあそういうことを私は感じたり思ったりしてるんだけど、なんかマントラ唱えてみてほしいなって思ったんですよ。自分で唱えないと絶対分かんないから、まあ、別に何も感じなくてもいいんだけど、そう、ちょっとまあ話はずれるんだけど、この私たちがよく使ってる言葉で、この昨日のマントラで言ったんですけど、オム、その OM っていう、まあ発音的には AUM だけど、あの OM っていう文字で書いて、その OM っていうこのこれが含まれてるものが、言葉があるんですけど、で、何か思い浮かびますか？質問。ちょっとストップして、でも考えてみてというか、別に考えなくてもいいんだけど、パッと思い浮かびますか？いろいろあるかもしれないけど、ホーム、 HOME、 ホーム、英語だけど私もよく使う言葉、このホームに OM がこの中にあるんですよ。で、これに気づいた時に私はなんかすごい衝撃でした。まあ私にとってそのホームっていうのはすごく自分のなんかにとってすごく大事なもので、まあ、よくなんかそのことをよく考えてるっていうのもあるんだけど、まあ、そこにその OM が含まれてるっていうのを気づいた時、なんかこれって偶然なのかなって、まあ偶然だとしてもっていうか、まあ偶然だとしたら余計にすごくないかって、なんか思ったりして、だったらじゃあホーム本当によく使うけど、言葉として、それって一体何なんだろうってなるよねっていうか、私はそうなって、でまあそれですごく、まあ、それに気づいたのは、
結構2ヶ月半ぐらい前なんだけど、ちょうどロンドンにイギリスにいて帰ってきた時にそのことに気づいて、だからまあその時に今オウムっていうのが聖なる音っていうことはその時に私は知ったんだけど、そうで、そっからまあいろいろ自分の経験とか感覚とかそういうの感覚を感じたりとかっていうのがあって、そう昨日まあ偶然というかそのマントラにたどり着いたんだけど、っていう。そんな感じで、なんでこのなんかホーム、なんかその音、聖なる音っていうか、なんか音っていうのとそのホームっていうことが、なんかすごく私は何かそこにすごい何かがあるって勝手に思ってるんですけど、まあそんなこんなで引き続きこれからもいろいろやっていきたいと思います。雑なまとめ だけど。